スマホ2800という商品、バッテリーを紹介します。色は3色あります。この商品は PSE の認証を取得しています。特徴としましては、下に iPod や iPhone が充電できるドックコネクタ、横に Android 携帯や Wi-Fi ルーターが充電できるマイクロ USB、 そして蓄電用の USB、 これが3つ一緒になっているのが特徴です。従来の充電器というのは、こういったアダプターまたは、いろんなケーブルアダプター、これが必要だったんですけども、まあ、これがもう全部入っているので、スマートフォンでしたらこれ1台持ち歩くだけで使えるという商品です。使い方なんですが、こちらに iPhone があります。例えば iPhone まず挿します。そしてこの U ボタンを 2,3 秒してください。そうすると通電して充電が始まります。こちらのマイクロ USB に同時の、充電も可能で、例えば手元にある Wi-Fi ルーター、こういう形で充電することもできますし、まあ、iPhone や iPad の場合は、スタンド式にこういうふうに立てて使うこともできます。当然 Android も一緒に充電することができます。蓄電の方法なんですが、蓄電するときには横にある USB、 こちらからパソコンに直接挿すか、このような USB 付きの AC アダプター、こちらを使ってコンセント経由で充電をしていただけます。先ほど iPhone 充電した後すぐ抜いてしまいましたが、それでも自動的にシャットダウンする機能をつけております。以上です。